こんにちは、えっちゃんです。ハッピーハッピー。恋愛狂いって言われました。優しくされると弱いんですよね。今年理想的な人との出会いがあります。今回は白馬に乗った王子様は絶対に現れないです。なんだってそんな。さあ始まりました、声ラボ、ナジャグランディーバです。ハッピーハッピー。山根千佳です。ハッピーハッピー。今日はハッピー声占いという企画で、うん、占い師の先生に恋愛にまつわる運気の上げ方を教えてもらおうという企画になっています。はい、本日の先生に早速登場してもらいましょう。カリスマ占い師パシンペロハヤブサさんです。パシンペロハヤブサです。ハッピーハッピ ー, ーよろしくお願いします。そして今回も悩める相談者の方に来ていただいています。はい、今回の相談者、えっちゃんさんです。こんにちは、えっちゃんです。ハッピーハッピー。ありがとう。よろしくお願いします。お願いします。今回はえっちゃんさん、何を見てほしいですか？まずは仕事の悩みをちょっと聞いてほしいなと思ってまして、仕事が一番大事というか、もうずっと仕事仕事仕事に集中ってなってるんですけど、好きな人ができるとつい仕事一番にしたいと思いつつ、好きな人に尽くしすぎてちょっとそっちに寄っちゃうみたいな。先生から見てえっちゃんさんどうですか？はい、見ちゃいました。えっちゃんさんは恋愛してなきゃダメな人なので、仕事頑張りたいとか恋愛頑張りたいとかって一個ずつやりたいんですけど、同時にうまくいくタイプなんですよね。だから仕事がうまくいってれば恋愛もうまくいくし、恋愛がうまくいってれば仕事もうまくいくタイプなので、あえてこうやらねばこうやらねばっていう自分の中のルールっていうのを減らしていけるといいかなと思います。そうなの。確かに私友達に恋愛狂いって言われました。はい、そうなの。恋愛狂い。恋愛ずっとしてるから。それはね、じゃあ次から次に好きな人がバン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 現れるってこと？一個終わったら次が自然と始まってるみたいな。あ、そうなの。はい、恋愛体質だ。あとえっちゃんさんすごい寂しがり屋なので、優しくされると弱いんですよ。あ、本当にそれ、本当にそれなんですけど。あ、そうなの。はい、どんな男でも優しくされちゃうとちょっと好きになる。い言い方に語弊ありませんこれ。大丈夫。どんな男なんね。誰でもいいわけじゃないから。ちょっと気になる男の子に優しくされたら好きになっちゃう。そう、私はどんな男でも優しくされたら好きになっちゃう。ちょろちょろいって言われちゃいますよ。ちなみにオーラは何色なんですか？気になる。はい、見えちゃいました。オーラは一番強いのは紫色ですね。おーおーおー、で紫大好き。オレンジ色っていう感じ。両方好きな色です。だいたい自分の好きな色とか、ものすごく嫌いな色がオーラの場合って多いですね。ものすごく嫌いな色も出るときあるんですか？もうね、髪見たら分かりますよね。そう、紫大好き入ってます。そうね、そうなんです。これ前回違う方が来られたときに、ネイルは紫の色を塗るといわゆるちょっとセクシーアピールみたいなコートをおっしゃってたんですけど、オーラがもう紫ってことは、やっぱりそういうアピールもしてるとこあるんですか？セクシーだったり、あとはすごく女性らしい部分を持っていて、まあ、女性のいい面悪い面ですよね。まあ、皆さんが想像する女性像でいいんですけれども、例えば女性だったらなんかすごく気遣いができそうだな、優しそうだな、愛情深そうだなって思う反面、なんか心配性だったり口うるさいなみたいな、そういう女性の想像するような女性のいいところと悪いところを持っているっていうのも紫色の特徴だったりします。まさにその通りだと思います。あ、そう。当てはまる日はありますか？パッと見とか普段の動作とかでは結構男っぽいみたいに言われるんですけど、恋愛はもう女女してます。めちゃくちゃもう女子。そうなんですよ。もう嫉妬もするし、もう会いたいってなっちゃうし、あの追っかけてたい。はい、ね、でも大体男の人が嫌になってくるタイプの人だから、最初はこっちが大切にしたいって寄ってくるのに、いざ付き合ってみるとものすごい大切にしてくれたり尽くしてくれるんですよ。あれ、なんかちょっと違うな、重たいなみたいにちょっと感じる男性も多いのかなと思ったりしますね。めっちゃいいことだね。じゃあ今までの恋愛と、振られることの方が多い？いや、振られたことはあんまりないんですが、立場が逆転してることは本当に言う通り多いです。最初あんなに追ってきてくれてたのに、いつの間にか私がすごい追ってて、なんかフラストレーションでもう辛い、別れるみたいな。あ、そうなんやね。今年の運勢とか今後の運勢的にはどうですか？はい、見えちゃいました。恋愛運的には今年理想的な人との出会いがあります。
詳しく詳しく、うん、えっちゃんさんって偉そうな人とかすごく苦手だったり、うん、自分のスタイルっていうのをすごく大事にされる方なんですけど、そういうものをすごく認めてくれる方っていう、うん、運命的な理想的な相手っていう方と今年出会えます。いつ、はよはよ、秋ぐらいだと思いますね。秋、はい、でもすぐやね。もうちょっと待てば、うん、第一印象優しそうな人に惹かれた方がいいと思いますね。幸せになりたいのであれば、はい、はいはい、幸せになりたいですってことは優しそうな人ですよ、うんうんうん、だから今までの彼の顔とは真逆というか、優しそうってみんなも言ってくれるようなタイプの雰囲気の人ですね。そうか、でもえっちゃんが割とキラキラしてるから、うん、対比としては言い方悪いけど地味な人の方が合うのかもしれんね。地味な人好き。だから心配性だから心配かけない相手の方がいいですね、うん、浮気するんじゃないかなとか、うん、遊び行っちゃうんじゃないかな、捨てられるんじゃないかなっていう心配のない人の方が長く付き合うにはおすすめですね。そういう相手がいい、ね、切実、うん。そして今回もミニコーナーとして視聴者の方にも役立つアドバイスなどあれば教えてください。はい、はい、今回は白馬に乗った王子様は絶対に現れないです。なんだって、そんないつかは現れると思う、私も思ってんのに、思ってるタイプですよね。私白馬じゃなくてももうダバでもいい、ダバでもいい、ダバで現れてもいいと思ってる本当に。あの、私占いの鑑定とかを皆さんさせていただくんですけれども、はい、大体恋愛でうまくいってない人っていうのは白馬に乗った王子様を待つ傾向にあるんですよ。あれ？で、あの白馬に乗った王子様でよく想像するのがシンデレラじゃないですか。で、シンデレラストーリーなんてちょっと棚ぼたみたいな、なんか運のいい話として聞いてると思うんですけど、はい、シンデレラちゃんと想像してください、はい、まず義母の言いつけ破って普段からコミュニケーションを取っていい関係になっている動物たちをたらし込めて魔法の場所を作ってもらったり、あの舞踏会では練習の成果を出してきちんと振る舞って、また会えるようにガラスの靴を置いて帰るみたいな。あざといですね。あざといんです。あざといですね。だからそうやってシンデレラストーリーなんて言われてるシンデレラでさえ裏でも血の滲む努力をした結果なんですよ。本当そうだ。だからそれをしないと白馬に乗った王子様は来ないんですよ、うん、あ、努力してるから王子様が来たと、うん、そういうことで待ってるだけじゃダメ、うん、私はシンデレラだと思う人がいるんだったらいろいろ種をまく、アプリでもいいですし、婚活パーティー行くでもいいですし、友達に紹介してもらえるでもいいし、うんうんね、出会いがないって、はい、これから先ずっと出会いないですから。わお、うん、出会いは作るものだと。出会いは作るものだ、ね、なるほど、ね、マチコじゃダメです。マチコじゃなくて動かないとダメですね。で、特に2022年以降っていうのは男性が消極的になるんですよ。だからより一層あの女性サイドからアプローチしていかないと迎えには来てくれない。肉食になれと、肉食女子になった方がいいと思います。なんで男性が消極的なんですか。まあ、ご時世もあるでしょうし、まあ、仕事とか忙しくてそっちに頭を回す人が運気的に多いんですよね。ただ逆を言うと男性も積極的に行けばライバルは少なかったりするんです。あ、そうね、結局男性が消極的ってことは、うん、もう早いもん勝ちやから、言うたら、うん、女の人が早く行った方が勝ちみたいなもんね、うん、確かに待ってたらダメなのよ、私もマチコ卒業しようもうということで、うん、たくさん運勢見ていただきましたが、はい、えっちゃんさんいかがでしたか。そうですね、まあ、ちょっとアドバイスいただいた気をつけることを気をつけて、まあ、いろんな人をしっかりと見てね、うん、あの偏見持たずに、かつガツガツといきたいと思います。いい人が、ね、見つかった瞬間にちょっとじゃあちょっと切り替えて今まで以上にアタックしてみます。うんうん、いいと思います。いいと思います。えっちゃんありがとうございました。ありがとうございました。さあ、また次回の動画でお会いしましょう。バイ。